えーどうも、お疲れ様でございます。昨日実はね、広島県の廿日市市というところに行ってきたんですよ。まあ、家族でレジャーに行ったわけなんですけども、実はこの廿日市市ってね、私ね、10年以上暮らしていたところでありまして、まあ、ここにね、今日構えていたんですよね。で、ここで、まあ、アルバイト生活をしながらとか、会社経営をしながらとか、そして最盛期には店舗を20店舗、ここから指揮していました。関西から 九州の下関までです、まあその時はねあ俺も一発の経営者にはなったなとは思ったんですけどもご覧の通り今はですね何もかも失って当時26人抱えていた社員アルバイト末端に至るまで200数名まあそういったものがね今なくなってしまってまあ何とも <laughs> 寂しくなったもんですけども同時に身軽になりましたで昨日ね 20日市,市内をこうやってぐるぐる回りながら相変わらずここ渋滞してんなーっていう風にね感じながら車で行ってたわけなんですけどもいやーなんかね当時の思い出が色々と蘇って胸が熱くなりましたねちらっと見えてるんですけども広島信用金庫、まあ、実は私ここでですね口座を作ったことがありましてでその口座をもとにアルバイトの,、まあ、のお給料をね 振りり込んんでででいたいたたただとかしてたわけなんですけなすすども、その他ですね、この広島信用金庫に会社の借金を返したりとかね少々貸し付けってやつですけどもそういうのをやっていたりとか、まあ、思い出すことはね無数にあって、うん、当時一緒に過ごした人がね横にいたら話は尽きないんだろうなと思いましたでエディオンっていうのが中央向こうの方に見えますよね ここも何百回もなんか出入りしてたような気がしますしそれから右側には名工技術ってのがあってねまあこことは直接関係ないんですけどもその下にあるお店ってのがもう何回か入れ替わってるんですよね今では居酒屋になったのかな、うん、電気がついてるところを見るとランチもやってそうですよねまあこの一枚の写真だけでも語ることは山のようにあるわけですけどもいやしかしね、えー、本当になんかこう当時一緒に過ごした人の顔を思い浮かべると 何とも恥ずかしいことばかりで後悔と反省の日々が胸に募ってねついつい換気余ったもんでございますまあ一緒にいるね奥さんとか子供にはあまり関係ないんで私一人で盛り上がってたわけなんですけどもまあだからといってねベラベラ喋るわけではなくて今今の時間軸がありますからね皆さんもね懐かしい街とか懐かしい風景そして懐かしい人ってのがいると思うんですよそしてあると思うんですよまあ人間ってのは誰しも、 過去があり、未来もある。まあ、そして、その中間にある現在というところを操ってね、もがいて、どこに行くのかわからない自分の人生と格闘してるんだと思います。この20日市にいた時、私はね、まあ、ある宗教にどっぷりとハマっていて、その宗教がね、なんかそう、宇宙人が神様だっていうね、まあ、そんな宗教だったんで、かなり私の性格に合っていたかなっていうのと、なかなか面白かったんで、地方の目立つ、まあ、人間としてね、 多少は活躍できたのかなと思います。当時まだね、導入されたばかりのインターネットってものを使って、インターネットでその宗教を広める活動もやらせてもらったりとかね。なんかそれなりに、その小さな世界で第一線を引いていたような気がするんですけども、やっぱりね、安定は、あ滅びの一歩前と言いますか。安定したなと思った瞬間、その組織にいる自分の立場っていうのはね、あいろんな方面から危うくなってくるのと、やっぱり、組織ってものはね、腐りますね。 まあ、宗教組織と言いながらも、あまり宗教の概念というのがあるようでないようで、合理的なのかそれとも、教祖様の言いなりなのかわかりませんけども、やっぱり不正がかなり目につくようになりまして、で、その不正を追求するためにね、人間は完璧じゃないんですよっていうふうに言われて、なんか結局言論を封じられるんですよ。まあ私は特にね、完璧を目指してたわけじゃないんだけども、 この程度の簡単なことすらなんで裁けないんだというふうな形の苦言を呈していたつもりだったんですけども、そこら辺に来るとね、組織の中では特に立場があったわけじゃないんで、まあ簡単に私なんてのは追放される形になりました。まあ明確に追放されたわけではないんですけども、徐々に私も興味が遠のき、足が遠のき、組織をまあ抜けてね、お布施も払わなくなったわけですけども、そうなると、その組織の中にいた人間関係も徐々に壊れてきて、 誰かがね何かを含ませたのかわかりませんけども私のもとに届かない情報も増えてきたわけですよ。まあ要するに村端分になったわけですよね。でそれでね私は思ったわけですよ。こんな汚い人たちがいる組織の中にいてもしょうがないなと。仮に将来素晴らしい地球というものが訪れてそこにその宗教の中で教祖に選ばれた神に選ばれた人が永遠の命をね売るにしてもこんな 裏表あって小汚い人たちと一緒に永遠に行きたくないなと思ったんでねまあ晴れ晴れとした気持ちでそこを抜けたもんですけどもねで結局その組織を抜けてどうだったかっていうともっと自由にもっと幸せになったかなと思いますまあですんでこの組織にいないとまあ自分ってものがアイデンティティが保てないって思った瞬間にもうそれは不幸の始まりなんじゃないかなと自由を求めてその組織に入ったのにまあ逆に不自由になったっていうね まあそんなところに大きな矛盾を考えている、そんな、うん、まあ信者も当時多かったなと思っております。うん、まあ宗教の話をね、長な々かなかとしたわ,かったわけじゃないんですけども、皆さんも振り返れば、何とも切ない、あの時なんでそんなバカなことしちゃったんだろうみたいなことがね、結構あったんじゃないかなと思いまして、ちょっとこの放送に変えさせていただきました。はい、じゃあ今日は以上でございます。はい、お付き合いいただきましてありがとうございました。